会場で。日山本チャンネル。はい、皆さんこんにちは、日山本です。今日はですね、2月の24日、新堀和夫とガチトークのグッズ情報ということで、それをお伝えしたいと思うんですが、その前にですね、グッドニュースがあります。レッドのですね、森博嗣さん、爆上げ戦隊ブンブンジャーのレッドのシャクを演じることになりました。おめでとうございます。いや、やっぱりこれは僕としてもとっても嬉しい情報ですよね。仮面ライダーの方が福沢さんですね、レッドの福沢さんが、戦隊の方をブンブンジャーの森さんが主役をやる、とても嬉しいニュースで、頑張ってほしいと思いました。その1ですね、これはもう僕らは運営とともにですね、僕もとても一生懸命考えてですね、皆さんが喜べるグッズができないかなと思って開発をしました。まずですね、新堀和夫リアルフィギュアということでですね、360度カメラをガーッと回して、新堀さんに自由にポーズを撮ってもらいました。で、それをフィギュアにしたんですけど、やっぱり、新堀さんだったら、レッドアクションっていう感じになりましたね。はい。10センチ強ですね、のものをですね、当日、持っていきます。それからですね、もう一つ。これですね、新堀さんのポートレートですね。そのもののキャメラマンにお願いをして、撮っていただきました。もう唯一無二ですね。この世の中に一つしかないです。そのポートレートに関しては、ちょっといつものポーズっていうよりも、新堀さんの普通の形で、撮らせていただきました。これをですね、当日オークションで、したいと思います。それからですね、これはちょっとまた自由に乗ってですね、新堀和夫さんのクリアスタンド。これをですね、作ってみました。この刀を持ったですね、新堀さんのこの、あれバルイグルっぽいんですけど、そういう形で、ここに上げてますけど、ポーズになってます。ここでしか手に入れられないものですね。でこれチェキとセットで当日販売いたします。で、もう一つはですね、福沢博文さんもゲストで来ますので、福沢さんのチェキ、これも当日やりたいと思います。でですね、最後にですね、これは僕のですね、マスクドライダーのですね、ポーズを撮りました。で、それをですね、当日、これ抽選オークションという形になるんですけど、販売したいと思います。よかったらぜひですね、楽しんでいただければと思います。2月の24日、もう目前ですよね。ロフトナイン渋谷で、新堀和夫とガチトークを行いますので。ぜひ皆さん、ご来場くださいませ。当日、お待ちしております。それでは、会場で。